テレビ取材になって疑惑があって退団させられてから。最低最低元がへこんでたよ。違うよ、おかしい、明らかにここだけ。そうどうですか食べろ。どうですか、どう美味しいですか。冷たい。嘘やろ。あんのボロの顔。美味しそう。できました。イエーイ。今日のご飯は、今日のウーバーイーツパーティーは。まずは、極太春雨見てください。おお、丸そう。わあ、美味しそう。とサラダと牛タンです。いただきます。じゃあサラダから。うん、うまっ。ウーバーイーツパーティーって言ってもウーバーで頼むの1個しかないんですけど、いや一般人ってウーバーで注文できるの普通1品じゃないって感じですよね。でもウーバーってなんかどっかのお店とどっかのお店で2個注文しようとすると1個1個しか注文できないので、1個1個に送料、まあもちろんなんですよね、送料かかってくるし、なんか手数料もかかってくるしってことで、なんかこういろんなところからちょっとずつ注文みたいになって、現実的に難しい。しかもなんか、うわ、美味しそう。これ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 。ふっと。これが食べたかったんです。寒いよ。どうしたらいいの？うわ、あっちゃあっちゃあ、うまっ。顔についた汁がうまい。じゃ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 。こちらはスーパーで買った牛タンです。単塩か。うん。これだよ。すごいさ、手が必死じゃない？大丈夫？ちょっとね、揺れてる。あ、もうちょっと上げてもらってよろしいでしょうか？私上げてもらった。もうちょっと上に、もうちょっと上に、もっと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 。どういう？どんな？オッケー。上げてこんな上げるの？おお、すごい。すごいっすね。え、絶対さ、牛煮込み定食美味しいよ。よし、OK。動画チャンス。え、何にしようかな。ハイボールとかないんじゃん。ウイスキーとかないよ。ないないない。あ、あるかも。なんか、私今ね、動画撮ってた。なんかどうしたっけ。美味しそう。これ確信だね。